次はこんなところに関西空港に行くバスのやつのこれ。大人1600円で直通で行けるんだ。へぇー。さあ、チケット中を体験してきて、なんか食べようかなと思いながらもうブラブラしてましたけど。まあ、大阪の、やっぱもう海遊館もね、あるようなところなんで、大阪のベーシックな食べ物は一通り何でも揃ってる感じですね。一遊軒のカレーからラジオ焼きもあるし、イカ焼きもあるしっていう感じでね。なんですけど、ちなみにそこですね、桜島駅がここのホテルとかがある向かい側ぐらいにあって、市営の船着き場がそこですね。そこに船が着くんですよね。というか、お昼とったらちょうど船がやってきた。で、向こうの方ではふらふらと自転車に乗って船の到着を待っているところもありました。まあ確かにこれ泳いで行けって言われたらね、至難の業ですからね、橋渡れって言われても、あの橋ね、高速ですからね。確かにまさに地元の人の地元の足っていう感じなんでしょうね。あ、いいな、ああいうのいいな。いや、うちもコスモスクエアの方行かなあかんねんけどな。ああ、すっかりまどろんどる、これ。いや、海外の、いや、ここもね、海外の人が多いですから、メニュー表とかも結構バイリンガル対応になってるところが多いですね。ほんといろんな国の人が来ててね。言語の感じで、ね、インドネシア、ポルトガル、ベトナムは結構話してるのを聞いてるんで分かりませんけどね。何喋ってるか分かりません。あと中国語とかね、メジャーなところは。大体は何、どこどこの方かなって分かるけど、結構分からん言葉はあるんで、多分タイとかかな。タイとかミャンマーはないか。フィリピンか。フィリピンとかの現状だと分かんねえのかな。っていう感じの、結構いろんな言語が聞こえてくるんで、面白いですね。まあ大阪もね、一大観光ターミナルですからね。上のフロアを見てないから、ちょっと上のフロアを見ていこうかな。すごいなぁ。いや、まだロンドンばあちゃんやで、コスモスクエア行かなあかんねんからな。で、そっから、あれやな、まだ天下茶屋とかあっちの方も行かなあかんねんやな。行かなあかんねんけどね。ちょっともうゆっくりしたい。まあまあまあ、時間は今、14時半。まだ、ひどいしね。聞いてみたら痛いな。ここもやっぱ混んでるしな。と、ずらしたい気持ちはある。まあ、どこも今2時、2時やのに、よう、結構取ったな、あそこ。すごいな。へぇ。よし、ちょっとまた中見ていきましょう。これですね、夜と、ちゃんと、レゴなんですね。さあ、あっち、あっ、こっち行けないか。さあ、2時半であの混み具合えぐいな。ということで、とりあえず、大阪港の地下鉄電気にいい加減向かってきましょう。いやいや、ついついまったりして しすぎてしまった。カマドヤンゼンとか、確かにうまいんけどな。今んところ大阪来たかないんで、この辺り結構やっぱ観光時間がすごくてね。でもあれですね、この前京都見てきた後なんで、
やっぱ観光地価格って言っても全然高くないですよね。大阪は京都はちょっとやっぱ日丸の数がねおってなりますけど、茶碗蒸しやということ、うわ本格だね。いろいろあるな。あれ、さっきのナショナルところにもなってくるのか。もう、レモネード。暑いし、そういうのもいいでしょうね。チンゲン、あ、チュー。レキンね。どんなのめるめんめん、あら気になるな。ほう。国民トラックのね。すごいな。居酒屋、鉄砲。フードコートはあれですけど、他のところはあれですね。こんなところ食堂、まだ美味しそう。肉丼って、どんどんどん、これ付き合いがあって、さっきの肉丼気になるね。乗る前に飯食ってくか。さすが観光地ですね。両替機もあるわけよ。元ってなってるけど、実は記号一緒なんですよね。ワインこれなんですよね。中国の元の。そんなことはどうでもいい。大阪公駅でね、とりあえず、やってきましょう、肉丼。どんなんかと思ったら、まあ、シンプルに肉に丼なんですけど、牛肉かな、お肉、焼肉が、焼肉、ちょっと出汁風味の焼肉かの、こう、ネギで、青ネギで炒めて、入っとるっていう感じなんですけどね。美味しかったですよ、めちゃくちゃ。ね、うどんも、やっぱ関西出汁ですし、いいですね。野球の方はちょっと、阪神が一点落ちたと思ったら、ホームランが、ね、打たれちゃってという感じでしたけどね。さすが大阪やな、思ったのが。で、入り口のところに店員さんみたいな人が、ずっとおったもんで、あ、店員さんなんかなと思って、ずっと見とったけど、反応がないなと思ったら、ただ単に入り口の上に、付近にある、テレビで阪神戦見とっただけのお客さんやったっていうね。もう、飯食い終わって、そこそこにもう、みんなそこでかじりついて見とっただけやったっていうね。さすが、大阪やなぁ、という。有名なんですけど、って言ったら、全くツンとされたね。態度の悪い天才やなと思ったら、奥から普通にご主人がやってくる。いらっしゃいって、やってきとったんで。天ちゃんかいって、思わず突っ込みを入れてしまいました、大将のように構えてましたからね。ただ単にワンアウト2、3塁で近本やったから力が太っただけや、そんなこともありますよ。さあ本題に戻りましょう。川の球大が2時間近くに及んでしまった。
こから、さあ、コスモスクエアに届けたらあかんのか。あ、また入って、で、そっか、ここ高架なんや。島式高架ホームやから、車も上登ったらええねんな。あのね、あ、そうか、どっちかというと、結構観光地っていう感じのお店が多い中で、昔ながらの大阪の地元の人の通うお店って感じだったので、もうこてこての関西弁でしたからね。ちょっと映ってますね。よし、この新宿や次の電車はまだ私を橋でも到着してない。いや、楽しいですね、大阪港。楽しいなぁ。こっちいろいろブラブラするのも楽しいなぁ、やっぱし。あ、端っこに取った方がいいか。端っこ。サンタマリア。あ、ちょ、この辺りも確か、そうや。遊具があるんやったっけ。忘れとったな。これ、警官がやってるやつやから、そういうことか。はいはいはい。あ、大阪港ね。はい、さあ、そうなんだ、なんか音の気管が広い気がするな。の上を歩くことは大変危険です。あ、気のせいか。事故防止のため歩かず近鉄と一緒やもんな。これそうや、近鉄の方に京阪線に乗り入れてるのせいですもんね。だから別にこれから折り返して生駒の方行ってもええのか。あっちのフリーキップも持ってるんやで。別に二方乗車にはならんはず、ならんはずやけど、どうなんやろな。どうやって降りたんやろな。2番線にコスモスクエア行きが到着します。危険ですので黄色い電池ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に到着の電車はコスモスクエア行きです。ハトさん危ないで。ハトめっちゃ危ないで。間に合ってへんであった。